はい、どうも柳田です。おはようございます。今回はですね、ゆるく、いつも通りゆるくですね、いつも通りゆるいんだけどちょっと重要な話をしたいと思います。それがですね、売ってしまうと逮捕されるものがあるよっていうようなお話なんですけれども、いくつかあるので、何本かの動画に分けてですね、こうお伝え していこうと思うんですけれども、世の中にはですね、売ってしまうと逮捕されるものがたくさんあるじゃないですか。法律に触れるものですね。で、その中で問題なのは、一般にね、割とあるのに知らず知らずに売ってしまう場合、悪気はなく売ってしまう場合ですね。しかも知らずに売っても逮捕されるっていうこのパターン、結構あるので、一応ですね、これね、早い段階で伝えておいた方がいいなと思ったので、今回動画にすることにしました。で、何個かあるんで、ちょっとですね、分割してお届けするので、できればですね、これちゃんと確認しておいてください。はい。で、一応今回なんていうのかな、初めてご覧の方に解説させていただきますと、さらっとね、解説させていただきますと、僕はですね、10年間ほど中古品の転売、リサイクル品の転売、こういうものをですね、仕入れてきて、ヤフオクとかメルカリ、アマゾンで売って、利益を上げるってことをやってきてるんですけども、その方法をですね、YouTube で大々的に最近公開してるんですが、その方法はですね、古物市場を使って仕入れてくる、ブランドオークションを使って商品を仕入れてくるっていうようなやり方なんですね。で、そっちの方のね、仕入れ方について興味がある方は、そういった動画がですね、このチャンネル内にはたくさん用意してあるので、チャンネル登録をね、ぜひしていただいて、他の動画を確認してみてください。で、今回は、特にね、逮捕されるもの、これに照準を合わせてお話ししていこうと思います。はい。で、長らくですね、僕はね、その10年間中古品の転売をやっているので、古物市場にですね、要は古物市場に10年間出入りしてるわけですよ。そうすると、結構ね、周りでは仲のいい業者さんとか出てくるし、なんかもう友達みたいな、人とかね、たくさん出てくるんですけれども、そうやってね、長いことやってると、情報交換がね、直接あってできるんですね。大体市場に行った時に喋るんですけど、市場はね、午前中から始まって、で、商品が売り切れるまでずーっと終わるまでやってるんで、午前からそうだな、夕方ぐらいまでですね、長いと本当に7、8時間とかずーっとやってるんですよ。で、お昼ご飯も一緒に食べたりするし、全然興味のない商品がね、出てきてる時なんかも、全然その世間話みたいなことはね、何のたわいもない話をしてたりするので、そんな中でね、いろんな、情報が交換できるんですね、やり取りしてるんですね。で、こういうものはね、危ないよとか、これ売ってあの人逮捕されたよとかね、そういった話がいろいろ出てくるので、僕なんかですね、現役のそのプレイヤーとして古物市場に出入りしてる分にはそういう情報が入ってくるんですけども、まだね、あんまりそういう世界をご存じない方とか、過去にですね、今まで結構ヤフオクで商品を売ってきてるよとか、メルカリはやってきたよとか、アマゾンやってきてるよっていう方なんかでも、意外とね、閉鎖された世界にいると、そういう情報が入ってこないじゃないですか。だから一応、この場で共有できればなというふうに思っておりますので、お話ししていければなと思います。はい。リスクをね、回避するような内容なので、知ってて損はないと思うので、よかったらですね、最後まで見てください。ということで、今回はですね、エアーガンの話をしていきたいと思います。エアーガンなんですけれども、何気にね、世の中にたくさんあるじゃないですか、エアーガン。エアーガンね。で、おもちゃだし、これ売って逮捕されるのみたいな。逮捕されるんですかっていう話なんですけれども、逮捕されるケースがあるので、ぜひですね、押さえておいてください。で、他にもまだまだあるので、いくつかの動画に分けてそれをお伝えしていきます。で、今回はエアーガンの話なんですが、エアーガンはね、毎回言ってる通りね、古物市場とかブランドオークション、ブランドオークションはね、ちょっと少ないと思うんですけれども、古物市場ですね。で、世の中にあるほぼ、ありとあらゆる商品が出てきます。で、基本的には不動産と、違法なもの以外は、ありとあらゆるものがお目にかかれると思ってください。古物市場では。で、世の中に出回っている数が多いものほど古物市場で出会うケースが多いんですね。当然中古品を扱っているわけなので、世の中にたくさんこう広まっているものの方が、たくさん中古品があるので、必然的に古物市場ではお目にかかるケースが増えるということですね。だから例えば CD、DVD なんかは、僕が得意としているジャンルなんですけれども、 CD、DVD なんかはたくさん出てくるし、例えば靴とかですね、
靴スニーカーですね、例えば一つのご家庭にもう 何十足とかあるじゃないですか。あと洋服もそうですね、一人の人間が何十枚も洋服持ってますよね。だから世間一般的に数が広まっているものほどたくさんお目にかかれるというふうに思ってください。で、まあ、そのうちの一つとしてエアガンまあそんなにね、そんなにまあそんなにないか、でも言っても、まあ、1人1個持ってるっていうようなレベルじゃないので、洋服とかね、靴とかそういったものによりは、まあ、必然的には少ないですけれども、まあでも結構ね、出会う頻度は高いと思います。で、このエアーガンで捕まるケース結構ね、あったりするので、なんかね、なんていうのかな、軽い気持ちで売らないように一応抑えておいてください。で、まずエアーガンなんですけれども、ですね、この ASGK っていう、企画っていうかね、なんていうのかな、団体があるので、まずこれ覚えておいてください。で、エアーガンにはこの ASGK っていうマークが刻印されてたりするんですけれども、まずですね、このエアーガンのこの ASGK について解説します。はい。で、この ASGK っていうのは日本遊戯銃協同組合の、なんか略称で ASGK なんですけれども、これ一応概要読みますね。ASGK は経済産業省891号の認可を受け、エアソフトガン&モデルガンなどのトイガンですね、おもちゃのガン、遊戯銃、トイガンね、トイガンの改造防止などを図ることにより、遊戯銃の安全対策の確立に努めるとともに、組合員の取り扱う遊戯銃の適正な使用方法に関する啓蒙普及を図り、消費者の安全を確保するために組織された遊戯銃を製造するメーカーの団体ですっていうことなんですね。なので基本的にはこのエアガンにはこの ASGK の刻印が押されていて、基準をクリアしてますよっていう証明としてこう入ってるんですね。だから基本的にはこれがあれば法には触れてない可能性がもうね、ほぼほぼ高いというふうに思ってください。はい。で、問題なのは法律が変わっちゃうっていうことなんですよね。これが今までは OK だったものが法規制によって法律に触れちゃう商品に変わっちゃうということなんですね。これを売ると逮捕されるということなんですよ。で、エアガンの場合の、逮捕の基準なんですけれども、パワーなんですよね。パワーが強すぎたり、そのスピードが速すぎたりすると、基準外っていうことになって逮捕されるケースがあるんですね。で、警視庁の方で、銃をその3つの区分に分けているので、一応これをですね、押さえておいてください。で、これ今読みます、また読むし、ここにも出します。はい。で、読みますね。まず1個目が空気銃っていう扱い。空気銃は人の生命に危険を及ぼしうる威力、所持の禁止、現行法で規制ってなってますが、これは普通にこれですね、これ。あ、やっぱこの動きダメなのかな、この動きしてダメなのかな、ダメなんですよ。で、次、準空気銃、圧縮した機体を使用して弾丸を発射できる銃で人を傷害し得るもの、新規制って書いてますけれども、これがね、何年か前に用意された規制なんですね。はい。で、これがね、危険なラインのものなんですよ。で、もう一個が3個目が準空気銃に該当しないエアソフトガン、人にほとんど障害を与えない威力で規制はなし、エアソフトガンとは圧縮した機体を使用して弾丸を発射する機能は有するが、人の生命に危険を及ぼしうる威力を有しないものっていう風になってます。だからこの辺はね、問題ないんですよね、全然。で、問題はこの準空気銃ってやつなんですけれども、これが何なのかっていうと、詳しい説明を読みますと、人の生命には危険を及ぼさないが人を傷害し得る威力とは、単位面積あたりの運動エネルギー値が 3.5 ジュール以上のもの、換算すると 6mmBB 弾を使用して温度20度から35度において 0.98 ジュール程度以上のもの。はい、難しいですね。で、そのようなエアガンは改正銃刀法によって所持が禁止されます。所持の禁止とはどのような理由があろうとも一般の人がそれを持つことが禁止されます。メーカーも持てません、販売店も持てません、そしてユーザーの方も持てませんというふうに書いてます。はい。なのでこれね、持ってるだけで逮捕なんですよ。これね、すっげえ難しい話なんですけれども、
あのこのエアーガンのですね、そのスピードを測る機械があるんですね。これなんですけど、こういうのでこう中にこのね穴、筒状の穴が開いてて、そこの中をバンって打って、これバンっていうこのポーズダメらしいからやめようかな。この筒状になってるこの穴のところにエアーガンをこう打って、そのスピード、弾のスピードを測るんですね。でこのスピードと、あと弾の重さ、スピードの速さと弾の重さで、その何ジュールかっていう風に計算するんですけども、その表がこんな感じなんですね。はい。でこれの、この赤くなってるところ、赤くなってるここに、触れてるものが違法なんですね。すごい難しいんですよ。だから気軽にね、なんか何でもいいやと思って売っちゃって、これに引っかかってるのを売ると、準空気銃で逮捕っていうようなことになります。はい。なのでこれ気をつけないといけないんですね。で、過去にはですね、この ASGK が昔は法律でも全然問題なくて OK だった商品なんだけど、この法規制によって、ダメになっちゃったものが何個かあるんですね。でそれを、インターネット上で出して回収しますよっていうようなことを訴えてる時があったんですけど、まあ、今はですね、ちょっと時間が経過しちゃったんで、そのね、あのページが消えてるんですけど、まあ、もしですね、古物市場とかで商品を仕入れて、エアガン仕入れて、ヤフオクとかね、メルカリで売るときに、ちょっと心配だなと思ったときは、このね、ASGK に問い合わせで確認してみてください。はい。まあ、基本的にはね、そんなにね、問題になるのは少ないですね。少ない。はい。でも心配なときは一応確認してください。はい。で、もしかしたら街のそのエアガンとかを売っているところ、お店とかでは、その計測器、さっきの計測器を置いてあって、測ってくれるような場所もあるかもしれないので、そういうとこ、まあ、気になるんだったら問い合わせて聞いてみてください。はい。で、あとですね、警視庁の方のホームページで、これ、こういうのがね、出てるんですよ。これを、なんていうの?持ってるとダメだよっていう、もし持ってたら、提出してくださいっていうような、ページですね。はい。で、この、所持できないエアーソフトガンとはっていうふうに書いてるんですけれども、下記写真のエアーソフトガンは、銃法刀剣類所持等取締法第2条に規定する拳銃に該当するものとして所持することができません。所持している方は速やかに最寄りの警察署に提出してくださいということが出てます。はい。でこれね、ダメなんですよ。だからこのページを見てですね、このね、なんだ、M29 ってやつと、スミス&ウェッストンだっけ、なんだっけ、W500 カシオペアモデルってやつと、コルト SAA45 カシオペアモデルってやつで、この改造拳銃についてエアソフトガンの部品を金属製のものに交換したり、モデルガンの重心を貫通させるなどして、いわゆる、改造拳銃を作り出してしまうことがあります。このような場合は改造した時点で玩具ではなく銃刀法で規制される拳銃に該当する恐れがありますということなので、こういったものがね、要は簡単な改造で拳銃みたいなものができてしまうんですよね。だからこれをなんていうのかな、持ってる人は提出しろっていうことを言ってるんですね。はい。で持ってると銃刀法で捕まる場合があります。はい。特に売買は危険ということですね。なので気をつけてください。はい。というような感じで、どうなんだろうな、よほどその自分はモデルガン大好きで、知識もすごいあるし、ぜひね、その仕入れて転売したいっていうふうに思ってる方は、さっきのあの機械ね、あのスピード、初速を測るあの機械、あれ買った方がいいと思いますね。はい。で、一応そのビビダの重さとスピード等をこうやって計算して、で違法性のない状態なのかっていうことを、言った上で売るのが一番安全かなというふうには思いますね。で、まあ、ヤフオクで売る場合もね、それ計測しましたっていうふうに、もう書いちゃって、で、スピードがこれで、何ジュールですみたいなことまで全部書いて、違法性はありませんみたいなことまで全部書いて売るのが、まあ、ベストなんじゃないかなというふうに、まあ、僕は思いますね。うん、ということで、法律が変わると逮捕される可能性が出てくるので、ぜひ注意してみてください。でよくね、これあんまニュースはなんないかな、そんなにはなんないか、僕の一応周りでもまだこれで逮捕されたっていう人をね、知り合いでは聞いたことがないので、どうなのかなっていうラインではあるんですけれども、一応知識として頭には入れておいてください。はい。というような感じで今回はエアガンに関するですねお話でした。次回もですね、ちょっと逮捕に関するものをお届けしようかなと思ってます。
まして、他にもね注意しなきゃいけないものがあるので、一応ですねまずはお伝えしていこう、おこうかなと。でこれから僕の動画を見てねノートを買ってくださって古物市場で仕入れをね始めてる人たくさんいるので、何の予備知識もなくですね仕入れを始めてしまって転売を始めちゃうと痛い目を見る可能性があるので、まあ、僕はこう10年間コツコツねこの経験とね知識を積み重ねてきて得たものなのであれなんですけれども、突然ね始めちゃって突然逮捕っていうことになると良くないので、まずはお伝えできればなというふうに思いました。ということで以上にしたいと思います。はい、このチャンネルではですね、まあ、こんな感じで転売とか整理とか、まあ、あとメルカリのこととかね、プラス古物市場ブランドオークションに関する情報を発信しております。コメント欄から質問も受け付けてますので、そういった悩みとかですね相談をなんか抱えている方は、ぜひメッセージを送ってください。今回は以上にしたいと思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。次回もまたよろしくお願いします。バイバイ、いってらっしゃい。